ございます。まあ、でもあの番号変えても死なないから大丈夫です。死ぬことないんで。昨日、髪をちょっと染めました。緑っぽい色を入れております。会議やっていきます。スラックでも共有したんですけど、あの、おはようございます。いらっしゃいました。はい、全体会議終わりました。やります。昨日の残りの鍋を使って朝ごはんを作ります。味噌を入れます。ここにご飯を入れます。それでは一回オフィスに向かいたいと思います。おはようございます。ボール B の新 CFO に矢野翼がログインしました。お願いします。瀬田大学、ラグビー部、はい、スクラムハーフということで、今回 CSO に僕なってチーフストラテジーオフィサーということで、戦略考えるの大好きなんで、彼のおかげでさらにゴール B 強くなりましたんで、こうご期待です。よろしくお願いします。くださってるのに申し訳ないです。もうすいません。もう印象最悪って言ってました。えコナン、ありがとうございます。すいません。ダンスの練習を2時間ぐらいスタジオでして、今家に戻ってきました。ちょっと作業します。今から飯をちょっと食いに行きたいと思います。ございます。コーヒー豆はこれをずっと使っております。 Amazon で売っていて量がめちゃくちゃ多いのと、結構スタバのは深入りが多いので味も好きで、一気に買うと安いのでこいつを使っています。ご飯です。なんと先週のルーティン動画の編集が終わりました。快挙的グランプリです。今日は夜ね、なぎらと、ライブ配信をやるのと、今からちょっとオフィスに行ってあきおさんとミーティングです。こんにちは。兄弟で、まなみちゃんがチョコくれました。ハッピーバレンタイン。焦らないっていうのが結構一つポイントで、今デビューまでが早いんで、そこをクオリティを、クオリティってちょっと一言であれなんですけど、さよなら。おっ、さよなら。よいしょ。
いや会社って感じになってます。今日はこれからなぎらとレッツゴー。そんな俺猫アレルギーなんだけど。仲いいですからね、あの二人。シーザーどう？美味しそうだね。うまい。はい、まなみちゃんとともみちゃんも来ました。また人の家でエイペックスをやってます。隣空いてるよ。おはようございます。なぎらに起こされました。おはよう大輝、おいで。食べたことあるんだよね、公平は。はい、ありますね。一番最初に一回。行くぞ。仕方ないな。つけてるよ。こいつの荷物を運んでいるんですけど。はい。私は絶対ね、世田谷合宿所に行かないと決めてたんですが、まあ、最後の日ですね、今日は世田谷合宿所から。荷物を移すというこの日に行くことになりました。荷物を運びに行きたいと思います。つぼみが開く瞬間。道順になるのか。世田谷に着きました。あ、この道順か。マジか、ここ島高にもありましたか。はい、あ、島高井戸、非常にいい町ですね。これが、あ、これが噂の世田谷合宿じゃん。これがなぎらと最後の世田谷合宿所の絵になります。ありがとうございました。大きいの買ってきて。ラージ、ラージ。うちのホットコーヒーでいいですか。うん、辰巳屋のたい焼きとコーヒーを買いました。これから錦糸町に向かいます。おい、いえ、せっかくね、上にちゃぶ台を装備したこのプロボックス、荷物満載で錦糸町に向かいます。今たけしのね、引っ越し終わって家に着いたんですけど、これから、オフィスに向かいたいと思います。ザースザース覚醒サプリを開発しています。全部吸収してやろうとするから。私だ。おいっす。はい、そしたら小井さんは、さよなら。今日は赤からです。はい、今からジムに行きます。
石井くん眠いかな。おはようございます。ございます。今からオフィスに向かいたいと思います。おざっす。あ、おざっす。おざっす。おざっす。お願いします。なんかあったりします。ありがとうございます。これからね、江ノ島サウナに行きたいと思います。今一人電車に乗ったの。黄昏迫る街並みや車の流れ。今日はなんとはるかちゃんが江ノ島サウナに来てくれました。来ました。 YouTube もやってるので概要欄に貼っときます。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございました。じゃあね。まだ待ってます。これからオフィスに向かいたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。皆さん抜けてくださいね。ありがとうございます。バットさんのね、顔が心配なんですよね。心配してるよ。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。このね、部屋にね、緑が欲しいということでパキラを買いました。昨日の残りの鍋の残りに入れていきます。スミレみたいな感じにします。つくねか。ございます。今からリミットに向かいたいと思います。ザース。ザース。ではまずチェックインからやっていきます。グッズアンドニューで、もうやばかったっす。ストレッチルームで20分ぐらい、まあ週2回あっち手伝わしに行かして。じゃあね。お願いします。ういっす。お願いします。シーザーのご飯がパワーアップしました。ちっちゃい魚がある、シーザー。全然食べんやん。飯です。おはようございます。
お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと今夜になっちゃったんですが、今からオフィスに向かいます。じゃあね。ありがとうございました。はい、皆さん今週もルーティン動画見ていただきありがとうございました。今週もね、いろいろありましたけれども、まあ、今考えていること、気づきとしましてはですね、人間はですね、やっぱ人の役に立っていないとダメになっちゃうっていうところですかね。仕事の定義としては、こう自分がやりたいことで人の役に立ってしまったらそれはもう仕事ですよなんてね、よく言ったりしてるんですけれども、まあね、たまに相談来る人でこうファイヤーしたいとか、こう仕事をもうしたくない、しないでいられるような環境を作りたいっていうね、人が結構いるんですけれども、僕が思うに多分それをやっちゃうと苦しいんじゃないのかなと思うんですよ。やっぱこう人の役に立つことが仕事ってことは、やりたいことだけではないんですよ。やりたくないことも絶対含まれるんで、仕事ってそうじゃないですか。やりたいことで役に立つから、やりたくないことも入ってきちゃうっていうことなんですよ。で、このやりたくないことの割合が多いという仕事をしている人は、やっぱりこの仕事をしたくないっていうのは理解できます。それで多分言ってるんだと思うんですけど、仕事自体をしなくなっちゃうと人の役に立ってるっていう実感をもらえなくなっちゃうんですよ。お金だけじゃなくて、役に立たせてもらったみたいな経験をさせてもらえないんですよ。で、そうすると人間ってだんだん生きる気力みたいなの多分なくなってきちゃうと思うんですよ。これ僕のあくまで持論なんですけど、やっぱりこう喜んでもらえる、何かしてあげて喜んでもらえるっていうこと自体が、こっちももらってるものあると思うんですね。で、それ自体がやっぱりこう生きる活力になってたりするなっていうのを最近なんかね、すごいこう考えたりするんですよ。だからやっぱりこう自分が無意識のうちにこうやってきたこと、やってしまうことで、なんかそれが人の役に立っていて、それでありがとうと言われるっていうことを続けていかないと幸せには暮らしていけないんじゃないかっていう僕の仮説。だからファイヤーをしに行ったとしても、こう人の役に立つような何か活動っていうのは絶対確保した方がいいんじゃないのっていう話で、まあ、僕もこうやって YouTube 撮ってますけど、これ僕自身もなんかこう1週間何してたとか、そういうのが後から見れるし、それが結果みんながこう見てね、いろんな感情があって、まあ面白いって感じてくれる人とか、まあいろんな人がいると思うんですけど、まあそれで少しでも役に立っているところがちょっとでもあるんだったら、それはそれでやっぱ僕も嬉しいわけですよ。だからたくさんこう動画が見てもらえるとなんか嬉しいんだろうなーなんてこう考えるわけですけれども、だからやっぱ幸福になりたければ、人の役に立つことを無理しないで、そういうことをできることで、そういうことをしていくっていうのが、幸せになるポイントなんじゃないかななんてこう考える最近でございます。ということで、皆さんね、ちょっとでもね面白いと思った方はですね、高評価ボタンがね、ここか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 、この辺にねありますんで、チャンネル登録ボタンがこの辺のどっかにありますんでね、それをピッってね押していただけると、非常に私は役に立った気がして嬉しいです、ということなんですけれどもね、皆さんどんなことで人の役に立ったでしょうか。今週はね、来週も最高の1週間にしていきましょう。今週もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。目覚めの日本人。